どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左ひねで書いてます。今日は富山駅です。富山駅、ザ・富山駅って場所がどこか分からずに、なんとなく降りたところで撮ってるんですけど、今回左ひきの絵連展新月の誕生、in 富山ということで、1回目は帝国ホテルで、東京の帝国ホテルさんでやらせていただいたんですが、今回は、富山に、お招きいただいて富山で、巡回展ということで、来ております。で、今日初日なんでね、僕と作画のリメイク版作画のイフニさんと、トークイベントやらせていただきますっていうので来てます。すみません、ちょっと眩しくてあれなんですけど、イフニさんの故郷が富山なので、富山の新聞でも取り上げられてたみたいで、最寄りのバス停に広告とかも出していただいたみたいで、すごいウェルカムな感じで、してます。今路面電車も走ってますけども、はい、あれが富山らしいんですよね、きっと。富山、まあ、楽しみに来てます。で、二船さんとも僕久々にお会いするんで、今日楽しみにしております。で、多分 YouTube では、二船さんとのトークイベントを載せるんで、よかったら最後までご覧ください。じゃあ行ってきます。あ、なんか印刷も良さそうですね。もらえんのあれ。あ、一枚で納品できるっていう。あ、本当？飾りたいねあれ。うん。ね。ここか。今会場に向かってます。会場に向かってますけど、今、12時57分。トークイベント開始3分前です。はい、余裕のスケジュールでお送りします。来ました。ちょうど20分前ぐらいに駅着いて、そのまま車で来てもらって、で、ニフニさんとも今入り口で話して合流してこのまま2年ぶりぐらいの再会。そうですね、そうですね。前が多分ドラマ化の時の、はい、なんだろう、上映会みたいな。今日は晴れ切って新月来てきたんですけど、ものすごい晴れてめっちゃ暑いんで、ちょっと脱ぎますね。にふにさんに持ってきました。本当ですか。はい、後でお渡しします。でも私個人的に買いましたよ。嘘、はい、あ、そうなの。個人的にも買いました。いや、もしかしてプレミアつくかもしれないしとか。一着売る気じゃん。だから本当にふにさん自体もめっちゃ久々で、本当に今日あれ、編集の方もいらっしゃっていただけてるんでしたっけ。どこ、あれ消えた。挨拶だけして消えた。あ、ごめんなさい。マジで気づかなかった。お疲れ様です。まあ別に編集がいるからとかいないとかで話す内容は変わんないですけど、まあ一応主演者の編集がいるぞっていうのをこう確認して喋ります。そうっすね。なんかいくつか質問を聞いてみたんですよ、インスタで。で、まあ主にやっぱりその二船さんに聞きたいことは、そのリメイクっていうそのケースって珍しいと思うんで、リメイクして大変だったところとか、なんか印象に残ってるシーンとか、なんか一番うまく描けたと思うシーンとか、なんかまあおおむねそっち系のリメイクしてどうだっていう質問がほとんどだったんで。もともとなんかその経緯話すと長くなるけど、まあ僕がそのスクエア、ジャンプスクエアっていう方の新連載でネームを公開して、作画を募集っていうやつをやってたんですよ。でその時にリフニさんがそっちに応募してくれて、そうです、そうです。企画としては左利きのエレンとはまた別の、そう、それでなんかリフニさんともう一人そのスクエアの方の作画を、アントレースっていう漫画連載してたんですけど、アントレースの作画に、まあ、結果決まることになるしゅんさんっていう方のお二人を最終候補に残して、でなんかずっと決めかねてたんですけど、その時になんか
あ、じゃあどちらかをそのエレンの作画に、うんうん、あのお願いしたらどうかっていうふうに提案してもらって、だから2人まではあの本当にあのもう明らかにこの2人だな、でもどうしようかなってすごい悩んでたところを、あのエレンだったらどっちかなって考えた時に、うん、三船さんにお願いしたいなと思って、それで約束と違うけどスクエアの連載っていう約束で募集したんだけど、ちょっと話違うけど、うん、ジャンププラスで二大福のエレンリメイクしてくれませんかっていう話で、うん、今となってはやっぱりそこの決断をされたその当時のカッピーさんと当時のあれですかね、編集だとリンさん、リンさんですね、リンさん、あの今ヒットメーカーとして、ね、やばいですよね、バキバキの飛ぶ鳥を落としすぎてちょっともう誰もいなくなってしまったみたいな。そうですね、なんか飛ぶ鳥を全滅させた全滅させた、壊滅、あのスパイファミリーとかチェーンソーマンみたいな、今ね、この漫画がすごいやつのトップのやつの担当さんなんですけど、そうですね、その当時そのカッピーさんの担当されていて、でそのそのナヌグは私をその新しい左利きのエレンのリメイク版の作家を担当にしようって決断したのがまあお二人だと思うんですけど、うん、それがやっぱりすごい決断だなと、やっぱり今となっては改めて思いますね。だって私本当に漫画描いたことなかったんですけど、そういうその素人に週刊連載をこう任せるっていうその決断をする何かやっぱりあったんでしょうけど、なんかそうですね、うん、僕がその二船さんを推した理由は、その漫画描いたことないっていうのも含めて良かったなと思って、うん、その別に描いたことないから良かったっていうよりかは、うんうん、あの漫画の絵じゃないのがいいなと思って、うん、あの選びましたね、うん、原作版の方もなんかやっぱり絵が上手くなってるみたいな、なんか途中から絵が変わってるとか、そういう評価も込みだったんで、最初から完成された作画じゃないなっていうのはずっと思ってて、それで選びました。そうですね、まあ、きっとそこの作品とのその親和性みたいなところと、うん、なんでしょうね、その作品とともにこう任せるんだから頑張れよみたいな、なんかそこも信頼してもらえてるのかなということを私は、うん、もうそこをいっぺんに信じてやるしかないなと思って、なんとか駆け抜けてきて、そうですね、でもまあなんとかここまで来ましたね。長いですよね、もう4年4年ですね、2010丸4年で、今5年目に入ったところですかね。すごいですね。そうですね、そう考えるとすごいですよね、長いですね、長いですよね、長い。じゃあジャンプラで一応週刊連載で最年長っていう表記なんですけど、うん、単行本でも一番長いんですかね。単行本だと違うんでしたっけ、一番長い部類っていうか、長い部類にありがたいことに、そうですね、結構だからジャンプラもそんなになんか本誌ほどなんかその競争がなんか打ち切りがすごいみたいなのはないけど、うんうん、それでもなんかあんまり2年以上続く作品の方が少ないんで、うん、そのすごい看板のところでやらせていただけるなっていう感覚ありましたけど、うん、その4年経ってさらにそれがなんかものすごいそのジャンププラスというなんかブランドのなんか存在感っていうところをすごく恩恵を受けているような、なんかそういう媒体になってきたのかな。そうっすね、今なんか今ジャンプラで新連載始めるのすごい難しい気がする。当時はなんかカピーさんどうすかみたいな、カピーさんどうすかは言い過ぎだけど、ジャンプスクエアで連載決まってて、アントレースって新連載ありますってやった時に、うん、今だから話せるわけじゃないんだけど、別にそんなにあれじゃないけど、うん、まあ他の雑誌で結構そのキラキラエレンをリメイクって話が進んでたんですけど、なんか全然いい作画が見つからなくて、てか向こうが提案するのがちょっとずれてて、この編集大丈夫かなみたいな感じでちょっと不信感があったんですよね。それでなんかちょっと考えさせてくれみたいなのを他の雑誌でやってて、その時にリンさんとスクエア始まってたから、それをなんかまあ愚痴るじゃないけど、なんかいや全然ダメなんすよねみたいな感じで、うん、だからまあリンさんがじゃあジャンプラでやっちゃいますかみたいな感じで、じゃやっぱり勢いとタイミングとなんかいろいろ噛み合ったっていうのがある感じですね。やっぱりリンさん、その当時もすごい作品たくさんされてましたけど、うん、今みたいななんか有名人ではなかったというか、うん、だから青エクとか、うんうん、
あのこの音止まれとか、うん、ああいう本当にあのめちゃくちゃいい作品たくさんされてるから、俺はあの知ってたというか、あの俺はなんか有名ないい作品たくさんやってる編集者さんっていう、うんうん、あとそのファイヤーパンチはその後かギリ被らなかったぐらいです。そうですよね、ファイヤーパンチ終わってで決まるぐらいだったから、まあ被ってはないか。でもなんかとにかく俺が好きな漫画たくさんされてるから、うん、俺は信頼してたんだけど、うん、最初はでも本当になんかいや左利きのエレンね、ジャンプラでやっちゃいますかっつって、いけると思いますよみたいな感じで言って、なんか編集会議通しておきましたみたいな感じで言って、なんかすごい軽く言うからなんか大丈夫かなみたいな思ってたんだけど、全部大丈夫です。全部大丈夫でした。なんか私もそう思います。本当に大丈夫かなって思ったんですけど、ね、なんとかなってますね。原作版の方もそのだからリメイク、せっかくリメイクしてもらうから、なんか原作版の方をリンさんに読んでもらって、うん、なんか直すとこあったら俺直しますよみたいな、うん、なんかそう、いやそうっすね、ないっすねみたいな感じでして、あ、そうっすか、いやでももし本当に直せますよみたいな、なんかもっと良くしたいんでみたいな、いやそうっすね、今んとこ大丈夫っすみたいな感じで、本当かなみたいなだけど、まあ本当だったという感じで、さすがやっぱその当時からやっぱりちょっと狂ってたなと。なんか決断が早いというか、早いですよね、うん、なんかなんてか先を多分見てらっしゃったんだなと今となったんですよね。未来予想じゃないですけど、そうですね、本当に、まあだからそこからいろいろでもまあ4年続いて、何がどこが一番どの時期が一番大変でしたか。一番最初から何段階かこう時期があると思うんですけど、今かもしれない。そうですね、まあ、今もそうです。いやでも今はもうあとは走り切るだけだな、あと体力をこう体力が続くようにそれだけ頑張ってるんですけど、うん、そうですね、最初でもやっぱりこう何段階かありますね。最初にちょっと頑張んなきゃなって思ったのが3巻の終わりぐらいですかね。記憶あるかもしれないですけど、その一回、そうなんですよ、一回ちょっとそのやっぱりリメイク版だからこそもっとなんて言うんでしょうね、そのできる表現の幅っていうのは多分増やしていきたいっていうのが、うん、もう私もそうですけどカッピーさんの中にもあったと思うんですけど、うん、そこと私のその力量がちょうど噛み合うか噛み合わないかぐらいの多分タイミングで、そうですね、そうです、具体的に言うと高一が闇落ちするぐらいのタイミングです、うん、その初めて、いやもう今でも覚えてます、そのページ、ね、そうですよね、私も覚えてます、うん、初めて、うん、その闇落ちした高一が出てくる時のタイミングの作画に関してすっごいやり取りします。4回ぐらいまるまる書き直してもらったのか、ね、なんか連載の時も書き直しましたし、コミック再生の時もまるっと書き直したりとかして、だからそこを乗り越えられないと、うん、なんかもっとそのそ、ね、柳ジュニアだってっていうこのここで、あ、そこです、そこです。ここで何でしょうね、こう理想のハードルまで届かないと、その先その原作版でできなかったことをリメイク版でしたいっていうところまで、そのいけるかいけないかの多分ちょっとすごいそこがボーダーラインだったかなっていう感じがして、ね、なるほど、そんなちゃんと考えてくださってたんですね。このぐらいの時に僕はしょっちゅう、うん、夢でうなされてて、にふにさんにめっちゃ怒られる夢をもう何回直させるんだっていうにふりさんに胸ぐらつかまれる夢を見てたぐらい直しまくってもらってたん で、その俺もその原作としての能力が未熟なので、その遠回りさせてるかもしれないし、とにかくそのやっぱ修正が多くなっちゃって、結果的にそのあの頃だから、もうちょい的確にね、原作者としてなんかできればよかったのかもしれないけど、なかなかそれもできないし、にふりさんもそもそも漫画描き始めてまだ言うても3巻だったし、3巻、そうですね、1年経ってないぐらいですか、半年ちょいぐらいですかね。だって読み切りすら書いてなかった。そうです、ね、初めて原稿用紙書いたのがエレンの1ページ目だったっていう。そうそう、
意味が分かんないっていう、なじゃあなんで作画になったんだっていうぐらいだよね。だその試しにアントレースの方で、はい、1ページだけ書いてもらったのかな、うん、だから1ページ目は正確にアントレースなんだけど、うん、多分2ページ目が左手命令の第一話、そうですね。それまではコピー用紙で書いてそうですよ、ね、ましたし、単行本1回出そうっていう時にページのサイズが全部間違えてたっていうのが判明するんですけど、それはにふみさんじゃなくてりんさんの責任なんで、いや本当にだって気づかないのダメじゃないかって、確かに変ななんかページの加えの部分にセリフとか入っちゃって、そうそうそう、あやばいねって言って全ページ直す、全ページサイズ調整し直す。まあ、そこで私はそのただ言われた通り書いてるんじゃなくって、多分その想像通り超えてこないと多分2人でやる意味ないっていう風に多分なんか思ってくださってるんだろうなみたいな、なんかそういう自負があったので、そこはなんか言ってくださったことがすごくいいきっかけになったのでありがたかったと思います。うん、さんにはだから炎上したことないですね。炎上したら悪いなと思ってでもそこはどうなんでしょう、他の作画とその原作の方の組み合わせを知らないので、どれぐらいその辺がこう忖度なく話せるものなんでしょうかっていうのはちょっと分からないですけど、僕もその、はい、原作作画そのご一緒させてもらうっていう座組が三國さん初めてで、その後に、まあ、同時にその俊さん、アントレース俊さんとか、あと愛と愛沢の梅さんとかで、今スピリットで連載してる15分の少女たち、で土井さんっていう新人の、まあ、新人って言っても漫画歴は10年ぐらいあるんですけどの方と一緒にやってるんですけど、まあ、結論から言うと、まあやっぱやっぱ経験を積むに従って、僕の言い方がすごい丁寧になってるなと思って、だから個人的な人間的成長によって、なんかその言い方を変えても伝わる内容が変わらなかったら、言い方はなるべく気をつけようと思って、言い方をすごい気をつけるようになって、今すごい丁寧ですそう、俺がそのびっくりしたのは、ここがおかしいだけで、編集通してしかやり取りしないっていうケースの方が多いぐらいだと聞いてます。だから普通に同じ LINE グループで普通になんか毎回こここう直したいですとかを、だから編集とにふにさんに同時に LINE するって感じで、こう相当珍しい、だから相当珍しいんだけど、俺スピリットでそれをやってるんですよ。ああ、そうなんですね。もうだからこのやり方がいいはずだと思って、きっとこのやり方いいはずだと思って、単純に技術の話だけじゃなく、コミュニケーションというか、なんか同じ方向向いてこう一つのものをこう作れてるかっていうところって難しいですけど、やっぱりなんか私としては今は前のその探り探り、最初の探り探りだった時よりは、きっとこう書いてるってことはカピさんこういう意図なんだろうなとか、なんかここはこういうことを求められてるのかなみたいなことを4年やってたら、ちょっと分かるようになって すごいっすよね本当に。だからマジで最初の頃めちゃくちゃ時間かかったじゃないですか、直しま、はいはい、本当に全コマ直すぐらいの回とかもあったし、なんか直して直してみたいな感じでやってたのに、今は本当に多分あったない時もある、チェックで俺が何も言わない時もあるし、あってもなんか2箇所とかだし、なんかカッピーさんはご自身でもこうやって作画されたりとかっていう作品作られてるので、なんかこういうここは大事にしてるんだなとか、あここは書くんだ、ここは抜くんだみたいなところとかも、そのご自身の作品を同時並行で見せていただいてるので、それも一個教材になってるかなっていう気はしますね。すごい、なるほど、本当すごいですね、なんか、すごいお手本がいっぱいあるというか、その参考資料がいっぱいあるので、私めちゃくちゃありがたいなと思ってます。ここは自分ではそんなにはっきり分かってなかったりするんですね、なんか、本当に感覚というか、なんかここはちゃんと書いた方がいいっていうのが感覚であって、なんかそれがなんかその漫画のセオリーじゃないんですよね。そのセオリーを知ってるからそうしてるわけじゃなくて、なんかここはちゃんと書いた方がいいみたいな、書いた方がかっこいいみたいなのをやってるから、なんかでここは書かなくていいって全く書かないみたいなとかやってるから、スピリッツとかで今だからそこをの感覚をちゃんと伝えないとなと思って、言葉化できないんですよ。その二船さんの読解力に頼ってたところを今ちゃんと自分でちゃんとなんか考え
ってるとかあるかもしれない。だからもう 今となっては最初はその二船さんがそのちょっと原作版にその負けないように書くみたいな気持ちでやってたと思うんですけど、それでなんかまあ原作版ですでにファンがたくさんいたんで、そこのプレッシャーとかもあったと思うし、それに負けないようにって書いてくれてたと思うんですけど、多分今となっては多分作画の直しが減ったって話したじゃないですか。多分ね、俺自身がネーム直してることが増えた。そうなんですね。多分逆に俺のネームをこのままでいいのかっていうのをずっと考えてて、もっと良くしなきゃとか、だから自分自身でネーム直すことが増えましたね。めちゃくちゃ直してる。多分元あるものをいやもっと良くするってすごい難しいパズルだったりとかしますか？なんかゼロから作っていこうよりも結構難しい。そうなんですよね。なんか本当にだからやっぱどう頑張ってもテンポは変わっちゃうんですよね、うん、でだからまあ変わっちゃうのをどう考えるかでしかないなと思って、うんうん、なんかまあ変わっちゃったとしても別にもういいのかなと思って、なんかその原作版がすでに存在してるから、うん、全く同じ感動とか全く同じ感覚を味わいたいんだったら原作版を読み直せばいいだけであって、あのリメイク版を読むっていうのはやっぱりそのリメイク版のそのテンポを楽しんでほしいっていうのがあるから、なんか変わっちゃってもいいと思うし、でも別になんか追加で書いたことによってあのなんかメリットデメリットあると思う。でデメリットは避けられないと思ってて、でもまあ、終わった時にその原作版の良さもあるしリメイク版の良さもあるよねって思ってくれたら別にいいなっていうか、全てにおいてリメイク版の方が勝ってるっていうのは多分難しいと思うから、その良し悪しあって私はリメイク版が好きだなとかそういうのでいいと思うから、やっぱり原作版が好きだなっていう人がいてもいいですし、そのリメイクしか知らなかったけど原作版もあるんだ読んでみようでもいいですし、うん、どっちも比べて読むのが面白いんだよねとか、あドラマもあるの見てみようかとか、うん、なんかそういういろんなところで自分はこれが好き、これよりもこっちの方がとか、なんかそれで全然いいかなと思いますし、うん、なんかそれが強みでなと思う。そうですね。言いますね。なんかその本当にちょっとあの二船さんにはあの失礼な話だと思うんですけど、うん、そのたまにねその無神経な人が、うん、そのまあファンの方もそうだし、その知り合いの方でも。うん、多分なんか俺に気を使って、うん、いや僕はあのカッピーさんの原作版が好きです原作版の方が好きですって言ってくる人がいるんだけど、俺なんかなんでか分かんないけどすごいムカついてたのね。全然嬉しくないし、なんかそのいや原作版がいいのは分かってるから俺が、うん、自分自身で分かってるから、そんななんかおべんちゃらみたいな、なんか俺はカッピーさんの方がみたいな、カッピーさんがもっとあの書いてくださいみたいなんで、であのなんかそういう原作至上主義みたいな人がたまにいる、いて、それで俺が喜ぶと思われてるのがすげえムカついて、でなんでムカついてるのかなと思って、今日ニューヨーさんと会うし、なんか、うん、あのリメイクも結構クライマックスに差し迫ってるし、うん、なんであれが嫌なのかなと思った時に、うん、なんか俺らとしては多分当たり前というか、もうそのつもりで書いてるたんだけど、うん、この漫画の内容でそのグラフィティはリスペクトがあるから上書きできるっていう話がそのすごい中心にあるじゃないですか、はい、でそれに対して上書きするか、うん、なんであいつ上書きしてこないんだとか、やっと上書きしてきたとか、うん、そので、まあ、私の方がうまいぞ下手くそっていうこういうやり取りの物語でしょ、うん、そうですね、それをやってるんだっていうのをなんで分かってくんないのっていうふうに思ってる。なるほど、そっか、そうですね、うん、カッピーさんがカッピーさんがとかっていうのって、うん、そこのその伝えたいことのそこはこの人は汲み取ってれてないのかしらって感じてしまうというか、うん、だから俺だからリメイク版があって原作版を今あの第2部続けてるけど、うん、第2部はものすごいリメイク版を意識してる。あでもそれは自意識過剰かもしれない、それはすごく感じて多分この辺のこのシーンってリメイク版なかったら
なんかあんまり面白くないのかもとか、うん、そうだよね、このシーンはあのシーンからのこうオマージュというか、うん、そこからブラッシュアップでこのシーンなんだろうなとか、うん、っていうののこう子がすごいいいなと思う、うん、なんかこう私だけの楽しみなのかもしれないなと思ってたんですけど、ニヤニヤ両方読んでたら多分伝わると思う。だからそのなんか別に公式設定じゃないけど、うん、第2部、原作版の第2部はあのリメイク版の続きだと思って書いてるっていうのを何度もインタビューとかで答えてて、原作第1部、リメイク版、原作第2部っていう、まあ、同時連載だけど、同時期連載だけどっていう順序で書いてるっていうのは、あの別にちょっとメタ的な話だよね。その、なんつうか書いてる時期がそうだよっていう、だから作者のそのラリーはそういう順番だよっていうのを踏まえて読んでほしい、うん、だからあの、まあ、リメイク版読んでる方にはあのいつかタイミング見て第2部読んでほしいし、原作版第2部読んでほしいし、なんかそこのラリーがやっぱ続くと、うん、続いてるんだよっていう、だからなんかそのそうだ、漫画の内容的にもやっぱり、うん、あの俺は高一派とか、うんうんうん、あの私はエレン派っていう読者はいっぱいいるんだけど、うんうん、あのもう高一のとこしか見たくないみたいな人もいるよ、たまにね。そのだエレン出てくるともう、ああエレン出てきた冷めるわみたいなさ人がたまにいるで逆もいるのよ、なんかあ高一出てきたからもういいやみたいな、エレン出てきたら起こしてみたいな感じの人がいるんだけど、それはなんかちょっと楽しみ方どうなのかなと思って、やっぱりあのそこのこういう現実と伝説のラリーとか凡人と天才のこうラリーとかっていうのと、あの原作版あってリメイク版あるっていう、そういう、うん、そういうのを全部込みでやっぱそのグラフィティであるっていうのをやりたいんだけど、うん、すごくいい話聞いたなって思ってますなんかこうすごく私も別になんか怒ってたとか全然ないんですけど、なんかすごいいろんなことがしっくり来ました、そのグラフィティでこうっていうの、うん、なんか全てがそういう構造になっているプロジェクトみたいななんかものなのかなというのですごく腑に落ちたというか、そのそうですね、うんうん、なんかそこのラリーだよなと思って、だから本当にリメイク版終わったら俺原作版書けなくなるんじゃないかっていう恐れがね恐れがありますけど、なんかやっぱりジャンプラが続いてるからなんかモチベーションなんか高いし、うん、そうですね、なんかいろんなクリエイターをなんかこう巻き込めば巻き込むほどどんどんなんか面白くなっていったりとか、うん、広がっていく世界なのかなっていう気もするんで、なんか常にあれですね、終わらないようにするにはどんどん関わっていく人が、あでもそうかもしれないですね、そうかもしれないですね、うん、なんかやっぱ一人でやってる感が出ちゃうともうやんなくなっちゃう気がするんだよね、うん、だからまあ、今アントレスっていうあの株式会社アントレスっていうのを作ってその洋服作ったりとかもするし、まあ新月今回新月とか作ったし、そういうのが多分途絶えると多分俺もなんかそのやる意味を失うというか、ただ続けるのは簡単だし、そのなんかケイクスっていうあの別になんか打ち切りとかも存在してるのも一応あるんだけど、なんかまあケイクスではあのケイクスっていうそのなんかあのまああのあのこじんまりしたメディアジャンププラスとは圧倒的に規模感の違うケイクスってところではやっぱ圧倒的に1位の人気なんで、あのまさか打ち切りはないんだけど、もうほとんど俺の収益で賄ってるんじゃないかぐらいケイクスはもう、だからケイクスだけなんですよ、お歳暮を送ってこないのが集英社もショートバッカーもナンバーナインもみんな気遣ってくれてるのにケイクスだけなんですよ、誰も送ってきてないのは。でも一番貢献してるのはケイクスなんですよ、ここはカットしない、どっちでもいいです、ここはみんなツイートしてください、あのケイクスあのノートにあのカッピーのお中元を送れっていうのをツイートしておいてください、はい、まあまあそれぐらい、まあ、ケイクスではだから要はケイクスでは求められてるから、うん、あの続ける理由はあるんだけど、なんかやっぱりみんながそのニフネさんとかそういうなんかクリエイターが反応してくれてると続けられやすいという気持ちでいます、うんうん、はい、ニフネさんはなんかその、うん、まあ
ちょっと気が早いですけど、その完結した後どんなことをしたいみたいなのってあるんですか？もう今結構それなんか暇があればそっちのこと考えちゃったりするんですけど、やっぱり純粋にアート的なことをやりたいなっていうのはすごい最近思ってます。アート的なことってすごくふわっとしてますけど、いや、分かる分かる俺もなんか気持ちはそうなんですけど、なんて言うんでしょう、そのなんか締め切りがとか、そのこれのそのなんて言うんでしょう、仕事としてのその報酬がとかっていうのを一旦もう抜きにして、なんか本当に自分が見たい、作りたいとか表現したいなって思ったことになんか、注力するみたいな、もうそのことだけ考える時間っていうのをちょっとやっぱり作ってみたいなっていうのをなんか、特に。コロナ禍だったりとか、あとその漫画もずっと私デジタルの作画でやってたんですけど、まあ、デジタルっていうその、まあ、便利なんですけど物体がないものっていう技法でこうずっとやってきたっていう、何かちょっとそこに対するなんか反動みたいなのもあるかもしれないですけど、なんかもう本当に手を汚してそのもう、もう絵の具まみれになって何かをこうたった一つの何かを作るみたいなことをやりたいなっていうのを、ね、なんかそれをすごい考えてますね、最近。わかりますね、余白が欲しくなりますよね。僕も今一番やりたいのは桃鉄ですから桃鉄を正月やろうかなと思って、はい、ちょっとあれだね、すげえ、なんでこの最後のもうすぐ締めるぞって時になんでこの話をしたのかわかんないけど、私あの去年から猫飼い始めたんですけど、なんかそれも大きいかなと思ってて、やっぱ動物でその時に猫なんかもう食べて寝て遊んでほしい時だけ来て、飽きたら行っちゃうしみたい なんかそういう生きざまやっぱりいいなみたい なんかそういう余裕が全然なかったんですよね。なんか皆さんもそうかもしれないですけど、その仕事にこう追われて仕事一生懸命になってる時ってすごいアドレナリン出てて、ね、なんかバーッてなるんですけど、ふっとした時にみたいな、これでいいんだっけみたいなことをちょっとふと思う時が あると思うんですけど、なんかそういう時期にもしかしたら来てるのかもしれないな。そうなんだよ、その次のじゃあ連載が作品はとかっていうことよりも先に一旦何かこう自分がちょっと満足いくまでちょっといろんな表現を探ってみてから考えるっていう感じになるかなみたいなことは思ってます、来年。あと人にいっぱい会いたいなと思ってるんで、こんないっぱい商品とかは揃えられないかもしれないですけど、こじんまりとなんか展示を、やってほしい。東京でもやってほしい、ね、東京行きたいですね。東京でなんか、もしかしたら個展とか、そうですね、グループ展とかまだ終わんないですけどね、なんか、はい、多分昨日、そう、今日の更新今日の更新の内容が結構なんかもうクライマックス、クライマックスオブクライマックスみたいだったからなんか多分なんかここに来てくださってる人は多分なんか原作版読んでるか、まあ大体把握されてると思うんであれなんですけど、多分読んでない人はあの来週には終わるなみたいな感じでなんかもう見てるんで、でも来週には終わんないんで、まああのちょっとまだ先、もうちょい先なんですけど、まあでもそうですね、新しいいろいろやりたいこともあると思うんで、はい、なんかまあね、完結したらまたちょっと東京見てやりたいっすね。そうですね、ですし、そのエレンが終わってもその何かしら作ってる限り、なんかここのなんかつながりを途切れないような気がしているので、私もその関わり続けられるように何かしらちょっと作り続けてはいきたいなと思ってます。そうですね、それが励みになると思う。うん、そうですね、はい、そんな感じで、じゃあ時間もあれですよね。なんかあれでしょ、もうそのまま間髪入れずにサイン会の予定で、1個だけ質問あったら答えます1個だけ書いて、リメイク版の、 あの表紙あれでもつながってるじゃないですか。はいはい、そうです。あれってもう最後まで書いてあるんですか？書いてないです、ね、書いてないですね、はい、常にまあ3巻ずつぐらいこうなんか書いて、大体こうかな。そうなんですね、なんとなくこうかし、まあそろそろなんとなくここで
なんか 最終巻こうこの辺かしらみたいなことをほんわり考えてありますけど、どうでしょうね。そうっすね。だから その辺ミスるとなんか最後微妙なキャラで終わるみたいな正直合わなくなっちゃうみたいな、あの最後冬月さんこうやってそうや、まあ、冬月は多分そのあの昇進にまずなんないかな悩んだけど、そうだね、あのリアルなところでなんか新たとかで終わるとすごい嫌だろうはい、今までもなんだかんだこう今日もそうですけど、なんか何かがあるときにはこ うまいことタイミングが合う作品だなと思うので、確かに持ってる、なんか持ってるんですよねなんでなんとかなるような気がしてますね、はい、この前もだって皆既月食あったもんね、うんうんうん、実際にあの皆既月食でなんかニュースでなってて、うん、ちょうどそれ書いてる時にあの多分三國さんその皆既月食のシーン作画してるぐらいだったんで、なんかそうなんです、なんかその書いてても思うけどなんか持ってるなっていう、持ってる、俺が持ってるわけじゃなくてこの作品がなんか持ってるなっていうのはすごく思うから、うん、なんかありそうですね、うん、こうご期待ください、ご期待ください、はい、ないですかね質問最後、あ、じゃあ、はい、ストーリーに生かされてる感じのあれっていうと、でもなんだろうな、その俺やっぱりでも CM のあれかなっていう気はしてます最近、改めてなんかいろんな、なんか最初絵コンテとか書いてて CM 作ってたから絵コンテとか書いてて、まあなんか最初はなんかその絵コンテの延長線で漫画描き始めてっていうのが実際あったから、そのなんかあの絵コンテが大きいかなと思ってたんだけど、最近改めてねやっぱりそれを思い出して、やっぱり絵コンテっぽいなって自分で思ってるんだけど、なんでかっていうと、あの展開の作り方があの結構 CM っぽい、大きなストーリーは全く関係ないじゃん、ストーリー、あの CM って結構インスタントのものだからあんま関係ないんだけど、なんかこう体感としてなんか大きなサプライズをボンってやるときに一回逆に振るとかを感覚でずっとやってるんですよ。だからあの普通にあのまあなんかそのなんだろうな、 A か B かってときにB に行くときに一回こう手をこう A の方にやってから B に行くみたいな、なんかそういうのが CM のなんか感覚として残ってるの、15秒で印象に残すときに逆に一回振ってからこうっていうのとか、そういうのを感覚でやってるから漫画作りに使われてるんじゃないかなっていう気はちょっとします。私はそうですね、学生の頃は、まあ、強いて言えば、いろんな人にやっぱりこう会ってきたこと、その人と例えば自分 その学科とか学部とか、その周りの同級生の友達とかだけじゃなくって、なんか あんな面白い先生いたなとか、ちょっと学外にちょっと広げてみて、あ、こんな学生いるんだとか、学生以外にも街の人たちこんな人いるんだとかっていうような、ちょっと外に視野を向けてみたときに、それをこう覚えてると、漫画ってキャラクターを描くものなので、新しいキャラクターに出会ったときにも、なんかあ、このキャラクターあの人のこういうところに似てるかもとか、なんかそういう引き出しになってるのかなと思うんですよね。その時のやっぱりこう出会い、一番いろんな人に出会ったのって学生時代とかかなと思うので、うん、そのキャラクターをより解像度高く描くみたいなところの意味合いで、その学生時代のなんか出会いとか人脈みたいなことはなんか大事になってるのかもなと思います、うん、そうですね、やっぱり取材で知れることって知れてるんで、うん、なんか取材しないとわからないこともあるんだけど、やっぱり本当に面白い漫画かどうかはやっぱりその取材じゃないところで得たものが結構あるんじゃないかなっていう気がする。だから今書いてるスピリッツの15分の少女たちはアイドル業界の話なんで、その結構すごい
1年以上かけて取材して準備してレース始まってるんで、めちゃくちゃ取材をしてるんだけど、そこになるべく自分を入れようとしてます。自分はこう思うっていう、だからあの本当に16歳の女の子の気持ちで僕は、もう乙女の時に、はい、で乙女をぶつけてたら、なんかあの編集長が、編集じゃなくて編集長から連絡して、なんかあの最近ちょっとあのこの子、主人公の子がメンヘラがちょっと強すぎるちょっともうちょっと抑えた方がいいんじゃないかなっていう、あの俺が心を乗っけたらメンヘラすぎるって言われて俺はだから心は15歳のメンヘラなんですはい、そんな感じで、まああのまあだからちょっと自分のね経験とか、やっぱその取材じゃ得られないところが得られるのは、やっぱ学生時代でよかったなって思って、はい、こんな感じですかね。はい、じゃあまああのまだちょっと気が早いけど、連載終わった頃にまたね、東京でも富山でも、まあ富山でまた何かあったら特別とかね、やりたいですね。はい、今までこんなに集まっていただいて本当にね、びっくりしました。ありがとうございます。これ何割が桜なんですか桜じゃない、桜ゼロパー、はい、ゼロパー、ありがとうございます。県外から来てくださった方もいそうだな。県外から来てた、まああの後でサイン会でね、多分さすがにサイン会かぶると思うんで、あのサイン会の時にちょっと、はい、ありがとうございます本当に。じゃあそんな感じで、俺が締めていいのかこれ。なんか自分で始めて自分で締めるやつ。じゃあ締めてください。はい。あ、じゃあこれでトークショーの方回りますか。あ、最後に一言ずつお願いします。じゃあ、私富山に今住んでるんですけど、まあ、あの富山の方はご存知の通り、なかなかこういうのを富山で企画して開催できることってすごく少ないので、あのこの場所であのこうやっていろんな方にお会いできるのすごくありがたいなと思ってます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。あの今回東京の帝国ホテルでやった展示の巡回展という形なんですけど、もともとそのなんか他のあの場所でもやりたいって僕が言って、やらせてくれるところがあればあのっていうツイートをしたのがきっかけで、声掛けいただいてっていう形なので、だからここのギャラリーを手配してくださったのも、なんかあのこのトークイベント仕切ってくださったのも全部その要は読者の方なんですよね。だからその僕のツイート見て やりたいって言ってくれた読者の方で、ギャラリーの方でもないんでしょ。そうですね、ギャラリーでもないんです。そうだって、はい、あ、彼はマネージャーなんですけど、あのそういうギャラリーの手配までも読者の方がしてくださったっていうので、本当に読者の熱量に支えられて、はい、本当にありがとうございます。まあなのでなんか結構そのね、あのジャンププラスで連載はしてるんですけど、その気持ちというか、あの思いはインディーズ漫画というか、そのまあいろんな読者の反響とか熱量に支えられてると思ってやってるんで、またなんかその熱量があの温まった頃になんかやりたいなと思ってます。はい、なのであの引き続き温めてもらえると嬉しいです。はい、今日お集まりいただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ新月をお疲れ様でした。やったー。いい本当にいい、やった2着目やった。ちょっとじゃあ着ようかな。ぜひ着てサイン会を。着てサイン会します。ちょっと暑いかもしれない。暑いんで書きづらいから。あ、置いておきます。はい、嬉しい、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみ。でもこれって皆さんまだ届いてない。まだ届いてないと思う。ですよね。やった、これ着て富山の街を歩きます。ありがとうございます。ありがとうございます。